皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす草子新聞報読視聴規約ここでね一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でお読みくださいとても重要なことが書かれていていますので一語一句 丁寧にお読みください。すべて承諾できる方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは、行ってみましょう。2019年4月15日、月曜日、暗号資産、草コイン、長野研究会。<laughs> 今日のね、千葉県松戸市はね、むちゃくちゃよく晴れてます。暑いです。夏日来ました、また。朝までね、 雨が降ってたみたいなんですけどあの、地面、アスファルトは濡れてますけどね、道路はね、えー、すごいね太陽の光でねあの、道路が反射してま、ね、ぶしいばかりですね、すがすがしい気分で、春が来たなといよいよ春が来たなと、なんかやらなくちゃなと、家から出てなんかやらなくちゃなと、そういう気分にさせれる、えー、引きこもり YouTuber 今日この頃でございますとはい <laughs> それでねチャツ最近最近サボってたですね、えー、ああ朝のドル円仮想通貨マーケット分析をねまたやりたいと思います今日はですね4月15日のご討日ですので、えー、AM9 時55分までね中日なんでね9時55分までドル円上がるよーってことで日本の銀行がね えっとあのー、たくさんドル買うんですよ、五島ビ。なぜかというと、トヨタ自動車とか、えー、輸出している企業にね、とか輸入している企業、まあ、商社とかね、あとはメーカーとか、輸出入をしている会社がですね、えー、ドルで決済するんですよ、世界はね、円じゃなくてドルで決済するんで、ドルを買って、日本円をドルに変えて、まあ、相手の国に支払うとかね。 あとは、まあ支払いかな、多くはね。うん、だからそのために、えー、日本の銀行に対してね、あの付き合ってる銀行に対して、ちょっとうちね、あの1000億円ぐらい、日本円をドルに買いといてくれと、あの注文出すんですよね。まあ前日とかね、まあ予定まあ決まってますけどね、もう毎月ね。それで、まだいたい 15日は月の半ばなんでね。あの、支払いが結構多いです。15と20日はね。25はちょっと月末なんで、あんまないかもしれないね。給料日なんだけど、15日なんで今日はすぐ上がるんじゃないですかね。ということで、ちょっと、ル円見てみましょう。はい、ということで、XM ですね。上がってますよね。 はい。これはね、今のポジション、今ポジション持ってるんですけど、私もね。はい。持ってまして、あ、ちょっと待ってね。何のポジション持ってるのかと。ドル円、まあドル円しかやってないですからね。はい。まあ、ポンド、ポンド絡みやりたいんですけど、まあ、今ドル円かな。簡単なんで。ドル円負けないでしょ、誰も。わかんないけど。うん、ドル円で負けるとちょっとね、他のポンドとかやっても負けちゃいますよね。 はい。これはねえ、木曜日だったかな。木曜日の夜か。に、えっ、ー、と、中野研究会は、ま、毎晩ね、夜の10時半から、まあ、12時半ぐらいかな。<laughs> 毎晩2時間もやってんのがいいと。毎晩2時間、ドル円の研究やってるんですよで毎。毎日だよ。毎日2時間もやってれば、そりゃ、FX 上達するだろうと。 ね、何十人となくみんなで一緒にやってますから、ね、あのインターネット用いてるんでね、あの国内、ま、北海道とかね沖縄の人もいらっしゃいますし、えもちろんそのアメリカとかニューヨークとかねあのヨーロッパの人もいます。毎日、ま、やってんでね、そりゃあたもう上手くなるだろうと。一人で、ね、ずっとやってるとね、やっぱり。 えー、何やったらいいか分かんなくなっちゃうのでどうしても熱くなってねお金なくなっちゃうんですけどみんなでやれば冷静になるんでねでみんなで、えー、ポジション決めてねやってみようかって話になるんでねまああの大体勝ちゃいますねみんなさんはいいいですで今のポジションはえなりきりで本当はね中野研究会はなりきりで入っちゃいけないことになってるんですが 必ず IFO、レンジブレーク IFO しか入れないんですけど、まあ、成り行きでね、100万通貨だけ入れたやつですね。12ピップスですね。12万円儲かってて、スワップ、木曜から金曜日の間のスワップが5,580円ついてるんで、12万5,580円ですね。で、土日のね、スワップは木曜日につくあ水曜日に付くんですよ。2日後に付くんでね、スワップポイントは。だから水曜日は、土日月のやつが水曜日にいっぺんに付くんで、3倍でですね。 3倍で、スワップ3倍でじゃねえけど、はい、そういうことになります。す。朝方ね、ドル円ね、大きく下げたんですけどえ、えどこやねんあ、ここね、窓開けて下げたんですよ。窓開けてね。で、どうなっちゃうかなと、ここね、窓開いてますけれども、で、閑散とした取引でしたが、あの、上がってきましたね。 上がってきましたなぜかというと、ご討美なんで、はい、ご討美だし、えー、っと、EU 離脱問題もですね、<coughs> 10月31日まで棚上げということでね、あの、イギリスの離脱問題は10月31日まで延期でいいですよと、EU の方がね、提案したんで、イギリスに対して。で、まあ、あの、じゃあいいだろうってことで、リスクオンですね。はい、イケイケどんどんで、あのー、 リスクのある通貨が買われています、まあ。ポンドとかドルが買われてますねドル。アメリカドルもリスクあるからね。リスクないの日本円だけだからね。世界でね。はい。ということで今日は <laughs>、しかも、ご当美なので、はい、行きます。で、これはね、僕は決済入れてまして、112円30銭に入れてるんですね。で、今は112円台、112円台ですから、 ま、あと29銭ぐらいかな売るからね。29ピプスですね。結構上ですけど。まあ、中身だから行くかもしれないね。29ピプスぐらいね。今8時16分なんで、あと1時間40分あるからね。行くんじゃないですかこれね。よかったよかった。はい。一般紙なんか見ててもしょうがないですからね。ここでやられるだけですから。はい。あとですね。 はい、ちょっと、そうですね、まだ8時16分なんで、あれはやってないですね。日経はやってないんですけど、えっ、ー、と、金曜日のですね、ニューヨークダウンはプラス269ドルかよと。プラス269ドルかよと。どんだけ上がるんだよ、ニューヨークダウンはね。ふざけんなよって、すごく下がったのに、上がってですね、これ3万ドルいくだろうね、これ。 <laughs> 僕がですね、独立したのが2000年なんですよね。三菱商事を辞めて、29歳の時に独立したんですけども、その時に、ようやくね、ニューヨークダウが1000ドル、あゃゃ、1万ドル超えたって言ってね、すごい喜んでたんですよ。9000、9000ドルとかずいぶん、ずいぶんうろちょろしてましたけど、 1>, 1万ドル超えたって言ってたんですけどそこからもう18年経ったんですがねもう倍以上の1.6倍だもんねどんだけ上がるんだよとアメリカうん <laughs> どんだけ上がるんだよアメリカはねもう2000年も前ですねその日本がバブルの時1990年ぐらいの時に日本はものづくりナンバーワンだったんですよね日本はね中国はまだものづくりできなくて 日本のものづくりがアメリカに浸透してしまって、まあアメリカの電化製品、エレクトリックスも売れないしね、冷蔵庫とかもあんまり売れなくなっちゃったし、テレビとかね。あとは車もトヨタとか日産ホンダとかがね、アメリカで売れちゃったので、アメリカは物を作ることをやめたんですよ。もう1990年に。で、何したかっていうと、金融経済に移行したんですよね。 物作るのやめたっつって、うん。バカバカしいっつって。どうせ作れんねえし、うんああの。日本人の勤勉さには勝てないということで、金融経済に移行したんですよ。金融っていうのはですね、実体経済。まあ、物作り経済のこととか、サービス業のことを実体経済って言うんですけど、実体経済は、えっ、ー、と、物とお金のやり取り、サービスとお金のやり取りなんで、お金が増えていかないんですよ。でも金融はですね、 バブルがバブルを呼ぶんですよね。金利が金利を呼んでですね、<laughs> 為替が為替を呼んで株が株を呼ぶんですよ。で、いくらでもね、増えていっちゃうんだよね。はい。あの、この世の中にないお金がどん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 実際あるいうことになっちゃうんですよ。数字的にね。このお金どっから拾ってきたのと。で、あの、基本的には実体経済と金融経済を 結びつけるために、あの、金、金の保有量が必要なんですけど、それ撤廃しちゃったからね、アメリカが率先してね。それで歯止めがなくてですね、えー、お金がお金を産むと。まあ、金利は金利を産んでですね、えー、アメリカは、えー、今も世界経済ナンバーワンってなってるんですが、実態実態としては、えー、大したことないんだよ。<laughs> 何も、何も作ってないから。 うん、ただ、金融経済を発達させて、豊かなアメリカあ、世界ナンバーワン経済を今も築いてるんですよ。で、この金融マジックを、えー、紐をほどくとですね、あの、45歳でですね、リストラされたりですね、あの早期退職を促されたり、まあ、60歳、65歳で定年された方もですね、えー、本当にわずかな、まあ、最初の1万円だけでですね、 え何千万、何億、5千万、1億、5億、10億ってね、稼ぐことができるようになります。この金融経済のマジックっていうのは、一般のサラリーマン、日本人っていうのは教育では習ってないですね。教えちゃいけないことになってるんで、日本人、ものづくりなんでね。国策として教えちゃいけないんですけど、ちょっと待てよと、お金の仕組みっていうのは何なんだと。お金の仕組みは 日本の教育で教えてはいけないことになってるんですけど、まあ、これを勉強するとね、あの、いやいや、給料すごい毎年下がってんじゃん、ボーナスなくなってんじゃんっていうサラリーマンの方も全然余裕で、え、<coughs> 貯金ができていきますし、まあ、独立してもね、あとは45歳でリストラされても全然余裕です。その、転職とかどうしよう、転職してもね、あの、給料安いとこしかないとか、 あの全然不安なことないですね。はい。副業,副業も。FX が一番いいと思いますね。株は基本的に買いでしか入れないので、えーと、株はね、難しいんですよ。その、空売りできるんですけど、信用取引でね。で、信用取引の空売りだとね、リスクが青天井なんですよね。基本はね、ただまあ、損切りで言いとけばいいんですけど、 あとは、仮想通貨もねあの、待ちなんですよ。基本的に買いでしか入れないから、ビットコイン FX とかあるんだけど、えー、アルトコイン FX あるけど、まあ、基本は買いなんですよ。買いでしか入れないから、相場が上がるのを待つしかないんですね。でも FX だけはね、どっちでもいいんですよ。だから世界経済の世界恐慌が起きても、あのショートポジション入れとけばあの、ショートポジションガチをしてるだけでね。 億万長者になれるんですよねだから、あの本当に <coughs> い,あのいつ何時戦争が起きてもですね、億万長者になりたいという人だけは、なりたいという人は FX をやられた方がいいですね。しかも、なんかフランチャイズ店に加盟してセブンイレブン始めるとか、ラーメン屋始めるとかね、あれ、土地借りたりさ、建物建てたりで、フランチャイズ料金払ったりして、退、ま、職、あ、金全部使っちゃったりするでしょ、3000万とか、4000万とか。 そんなにリスク高いですし、不動産投資なんかもね、やっぱり今、もう6軒に1軒空き家ですから、日本全国ね。で、ここ、千葉県松戸もですね、本当に空き家多いですよ、もっと多いですよ、うん、空き家す、ほとんど空き家ですから、あの、で、若い人いないでしょ、で、若い人、給料、会社が払わないから、家も買わないし、買えないし、買わないと。 だからまあ賃貸なのかもしれないけど、いっぱい余ってますからね、今、家がね。で、そこら辺全部手放すとですね、ただでもいいから家もらってくれと、この土地だねねあと、あの固定資産税だけ払うのめんどくさいから、ここの家と土地ね、あげるからっていうに、松戸でもね、そういうとこ結構増えてきちゃってるんですよ。だからただだよね、家なんでね。<laughs> これからただですから、家。だ不動産系はね、 あの駅前ですね。しかも東京の都心の駅前のマンション、ワンルームマンションぐらいしかないかもしれないね。うん、だってボロボロ、ボロボロのマンションでもですね、今もう家、空き家とかタダだからね、もうタダです、もう住んでくれと、あげるよと, <laughs> とにか。その代わり固定資産税払ってくれという人多いね、やっぱり。あ,のあと畑仕事の、えー、農家なんかもですね、もう手入れらんないと。 での農業やんないとほら、固定資産税が出てくるでしょ農業やんないとね。だから、固定資産税払えないから、誰からこの土地もらってくんないかと。で、松戸市もほら、買い上げができないから、今お金ないから。<laughs> だから、固定資産税払えっつってね、裁判になるんだったら、土地代か上げちゃった方がいいってことでね、結構ね、畑とかね、あの売りに出てるんじゃないんですよ。上げに出てるんですよ。<laughs> 気をつけた方がいいです、不動産投資はね。本当に。はい、それでもう一回見てみますか。そうですね上がって、上がってきましたね、やっぱね。上がってます、完全にね。完全に上がってますね。112円、は02、い、03か、3ピル。3000円ぐらいですね。楽しみですね、今日は中にでね。だから中に過ぎると、 まあ10、9時55分ですけど、締め切りがね、10時とか、まあ、買い忘れがあるんで、10時半ぐらいになる時もあるし、10時15分で終わる時もあるんですけどね。まあ、中根はね、最近、世界中にバレちゃってるのでね、都島日の中根は日本の銀行買うから、ドレーン上が上がるようってバレちゃってるので、バレちゃってるのでね、銀行がね、あの、不利な値段で買わざるを得なくなっちゃってるから、だいぶね、けあの、 あれですね工夫してますね。あの都市銀行間でね、こちら合わせてですね、まあ、6時から7時の間に買っちゃう、買っちゃって、あとは下げ,るあのあとは下げようってことでね、はいあの A, A クイックがそうですね。で、B クイックはね、えー、<laughs> 買うのと売るのっていうのを、まあ、交互に繰り返そうっていうのが B クイックですね。で、C クイックが、まあ、8時半ぐらいからずっと買っていこうねっていうのが C クイック。で、D クイックは他にもあるよと。 ということでね5種類ぐらいの中根の買いパターンが都市銀行で決められてるんですよ。それをあの大体6時ぐらいから起きてですねあ今,今,日の今回の中根の、えー、都市銀行の買い方は何クイックなのかっていうものをしかとですね確かめていかないと、えー、中根トレードも最近やられちゃうかなって感じですね。 はいあと、ま、中野研究会でそこら辺も研究してるんでね。ま、ばっちりこんですけれども。あと、あれ見てみましょうか。これ素晴らしい。えっ、ー、と、トレーダーズ、あれトレ、トレイダーズ FX じゃなかったっけなトレイダーズ、トレイダーズ、え レーダズウェブ FX ですね。<coughs> すいません。はい。で、これ素晴らしいサイトですので、いつもありがとうございます。で、朝ですね、今日の4時、4月15日、6時35分更新されてます。<coughs> はい。えー、オプション25日、ニューヨーカットはまだ先なんでね、10日先なんで、いいと。で 112円10銭から20銭に断続的に売りと。112円25銭に売り集めってことなんで、112円30銭いかないね、これで112円10銭ぐらいまでかな。でもまあ、20銭いくかな。25銭になると売り集めと。40から50銭になると、断続的に売りと。 111円50になると買いと。うーん、そうだね。なんとなく下がるかもしれないね。でも中身だから上がるでしょうね。上がってるもんね。簡単に上がってますもんね。ほら。いやいやいやって上がってますね。今回はシークイックですね。今日はシークイックですね。中身まで上がります。9時。10時まで上がりますね。これね。今日はシークイックですね。はい。 であとあれいきますか。あれ。外為ットコムさんの <laughs> えっと、はい、板ですね。売買板を取り切りで、板を見てみましょう。えー、っと、今は112円1から3銭ですね。1から3銭と。 ここら辺、ここら辺だよね。だから、売りがあるんでね、やっぱね。でも、ここら辺、買いも厚いよね。売りも厚いけど。112円15銭まではいくかな。だかここが相殺されますよね。でここも相殺されるから、112円15銭まで。まあ、112円20銭。20銭超えると、ロスカットを巻き込んで、112円30銭いくんじゃないですか、これ。売りが薄いですから。 112円20銭が熱いだけで。でも、買いも熱い。ロスカットも熱いんでねうん。30銭。ひょっとしたら112円45銭いくんじゃないで、50銭は売り集め。うーん。11、まあ、下がりはしないよね、これね。111円95にロスカットが入ってんのこれね。うん、でも行かないでしょうね、下は。もう売りが熱いし。 あ買いが厚いいがし売りは薄いですね下行ったとしてもまた戻ってくるでしょうね行かないでしょうね下は買いがあるから上ですね今日は上がりますね完全にもうイケイケトントンですねはいで FOMC 議事録もね良かったしまあアメリカ批判,批判してましたけどねアメリカのことねはいまあアメリカの金利もまあここ なんか金利を下げるとも言ってもらいますからねはいそれでコンパスですね上昇トレンドですね本日転換通常の動きということですねあとはあれ見てみましょうか指標発表ですねということでねやっぱりね若いうちからですね FX、まあ、外国買わずですからね 証拠金取引で、まあ、世界経済を勉強していくってことですね。まあ、いいことですよ。で毎日2時間ですからね、中の研究会。そりゃ、もうどんな人でも上がるでしょうと。しかもその中には頭いい人も結構いっぱいいるからね。はい。あのーと、FX の長年やってる人もいっぱいいるからね。はい。9時半ですね。9時半でも動かないかな、星3つだし。 ま、今日は動かないかな星3つそうだね。まあ、くいて言えば9時半。明日はどうですかね明日は動かないかなあ,ああ <coughs> あるね。10時15分に星4つ。あ結構ありますね,でね、星4つがね。はい、それでもう少しでね、日本もですね、ゴールデンウィークの10連休に差し掛かってですね、10連休動かないよと。例えばお正月休み動かないよとか、 8月は動かないよーと。ね、日本の銀行休みだから。そして、もちろんゴールデンウィーク動かないよーって、毎年言われるんですけど、動かないよーって言われてるときに、むちゃくちゃ動くんですよね。はい。あの、フラッシュクラッシュがいい例なんですけど。で、今週はこれか。木曜日がメインですね、これ。9時半。アメリカ小売高。売 <coughs> 売上高3月分ですね。 欲しいつつ、えー、これいっぺんに発表ですね。9時半、あとは11時。まあ、これは大したことないか。あと金曜日はうん、大したことない。木曜日ですね。今週のメインはね。もう、とことん上がっていくんじゃないですかね。113円とかまでね。はい、113円まで上がるんじゃないですか。今週はね。上昇トレンド、トレンド転換。本日、転換日って書いてあるからね。総合判断。 えー、上がり上が、上がりますね、これね。変わりすぎ、売られすぎの変化。うん、上がる、上がるって言ってますね。まあ、上げ調子ですね。ークイックですね、今日はね、はい。よかったと思います。はい、それではね、今日もですね、頑張っていきたいと思います。はい。は今日はね、とりあえず1本目ね。 で今日は動画を結構いっぱい上げようと思っています。一般公開の動画もね。はい。特に、XM の講座解説方法とか、MT4 のダウンロードとか、インストールの仕方とか使い方ね。そこら辺の動画とかを上げようと思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。千葉県松吉より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。なんかわからないことあったら、LINE とかメールで、 電話でお問い合わせください。失礼します。